どうも、こんばんは。始まりました、 JMO チャンネルのお時間でございます。よろしくお願いします。お願いします。すごい派手な T シャツですけどあ、はい、触れざるは負えない。そうですね、これは何なの、自己紹介先にしてもいいですか？はい、鈴原希乃です。よろしくお願いします。名正弘です。お願いします。よろしくお願いします。というわけで、私が今これ着ているのは、何ヶ月前でしたっけ、このオーディション受けたの。スタッフってなってるけど、スタッフってなってますね何ヶ月か前に、あのツイッターとかフォローしてくれてる人は知ってると思うんですけど、うん、岡山の PR 大使、 PR 大使だっけの動画、 PR 動画のオーディションを受けた時に、なんか、なんていうの、外れ賞なんていうの、こういうのオーディションを受けてくれて、参加賞、参加賞、外れ賞じゃない、オーディション受けてくれて、これからもそう、応援よろしくお願いします。岡山を応援よろしくお願いします。のことで、岡山 T シャツをいただいたんです。すごいよね、でも岡山ね、そうそうそう、岡山県。太っ腹だね。そうですよ。オーディション受けただけで T シャツをくれるっていう。ね、ありがたいです。なんかそれ書いてれば多分動画も増えたんじゃない？オーディション、あ、そう、うん、あの動画を投稿してくれた方には、必ず、うん、あげますみたいな、参加賞として T シャツをプレゼントみたいな。岡山は絶対潤ってますよ今そうなのかな、岡山潤ってます、岡山潤ってますよ。潤ってるからこういうことが、だってブルゾンちえみさん岡山出身ですよ。でも岡山にお金は入んないでしょあ、そっか。でもブルゾンさんが親善大使とかになったら、あ、多分観光客が増えるから潤ってますよ。そうだね、もし、うん、なんていうの、岡山に住民票移してなかったら岡山に入るね。そう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 、住民税とかは、うん、潤ってますよさっきその岡山のあれ見てたら、ちょっとブルゾンちえみもだけど、うん、ビーズの稲葉さんも、あ、そうなんですか、岡山出身って書いてあった。へえ、結構いらっしゃるんですね。あれ見ようか、見ちゃダメなの、あ、見ていいと思います、親善大使スタッフとして岡山のスタッフとして岡山、せっかくだから今日岡山特集にするこれいい、岡山特集にします。こよちゃんちょっとなんか岡山関係ない感じだけど、そう、あと、うん、背景がバーになって、あ、そう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 、変わったんです、これ、これバーになったからちょっとお酒も飲みたくなっちゃうね、うん、かっこいいでしょ、かっこいい。ここに書いてある、ほら、アンジェラ・アキス、あ、ほんとだ、芸能気になる人、気になる人、小田切丈さんとか、へぇ、小田切丈すごいよね、うん、岡山出身、自分ではそんなに言ってないのかな、言ってないのかもしれないですねなんか、なんか気になる人、あの白猫プロジェクトの人もそうだよね、岡山の大使から、あ、そう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 、なんて人だっけ、桜井きなこ、うん、きなこちゃん乗ってる、ちょっとこれ最新バージョンじゃないっぽいですあ、いた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 、来ました、ここらひなこちゃん、地図だ、あ、地図、観光マップ、岡山旅マップ、観光考えましょうよ、じゃあちょっと、うん、すごい、なんかいろいろあるの岡山、岡山城、あ、すごい、岡山の親善大使になったんですか。そうです、仮でスタッフですここでこうやって番組で岡山のことバンバン言ってたら、そう、もしかしたらあの採用してくれるかもしれないから、ありがとうございますっつってご当地グルメとかありますよ。ちなみに行ったことはないです。あ、ない、俺もない行かなきゃダメですね、行って初めて観光大使ですよね。稲葉化粧品が、あ、そうなの、あ、そうなんだ、え、それはそれこそビーズの稲葉さんと関係あるのかな。それはない、関係ない、あ、でもあれなんじゃないですか、稲葉さんっていう人が多いんじゃないですか、あ、岡山には、うん、多分稲葉っていう地名とかがあって、あ、稲葉さんが多いんじゃないですか。なんか気になるとこありました、岡山で。岡山、私城が好きなので城に行きたいです。ここにあるよ、城、そう、津山城行きたい。桃太郎、桃太郎、桃太郎だよね、きびだんご、きびだんご、そう、桃鉄、桃鉄、ご当地グルメ、岡山デミカツ丼、たまの温玉飯、笹岡ラーメン、笹岡ラーメン、うん、わからない、
ピッチュなんて読むんだろうこれ、なんとか インディアントマト焼きそば牛もち丼、鏡の田舎カレー、三崎卵かけご飯、いっぱいあるね。うん、これうまそうじゃん。あ、美味しそう。牡蠣がたっぷり入ったなんとかのお好み焼き。お好み焼き、牡蠣が入ってんだね。美味しそう。島もあるよね、岡山。あ、そうなんだ。から千鳥って乗ってて、あの人島国の人だね。あ、そうなんですか。うん、島岡山から。めっちゃ地図。この辺が岡山って、これ岡山県でしょ。岡山県で、この辺の島とかじゃない。あ、なんとか島ある、東洋島。その辺がだから、うん、その千鳥さんがいたところだね。へえ。稲葉さんの実家が和菓子屋さん、実の兄が和菓子屋さんだった。へえ。で、稲葉化粧品が稲葉さんの実家。稲葉さん、稲葉、あ、じゃあそう書いてない。じゃあ稲葉化粧品の稲葉さんの家系ってこと？そうじゃない？だって有名ですよね。実家。へえ。金持ちなのにさらに金持ちになってる。やばいですね。やばい、稲葉さん。すごいな。へえ。お金いっぱいあるんだもんな。いや、岡山今ついてる。俺は知らない。稲葉化粧品って有名なの？私も初めて聞きました。うん。うん、どうぞどうぞ。岡山、鳥取、綺麗なんだね。うん、自然があんまりなんかこう派手な感じじゃないけど、歴史上の人物、宮本武蔵。え、岡山の出身なのみたいです。うん、うん、摂取摂取っていう人知らねえよ。あ、本当ですか。なんか絵とか描いてる人じゃないですか。ああ、水墨画的な、うん、そう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 。高橋大輔さん、フィギュアスケート。ああ、はいはい、うん、超有名じゃん。うん、あ、岡山の人なの。岡山の人みたいです。へえ。岡山の人、あれじゃね、小田切城もそうだけど男前多いんだね。うんうん、岡山の有名人みんな男前じゃん。そうですね。稲葉さんもそうじゃん。うん、なんか目鼻立ちがはっきりしてる感じ。そうだね。あ、そうだ、タクマシンとかもそうですね。タクマシンさんとかも顔濃い感じの顔。濃い感じ、うん、はあ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 、濃い感じですね。桃太郎も岡山だよね。うん、うん、へー、行っても興味持って行ってこそじゃない。そうですね。行ってこそ親善大使。親善大使だよ。あ、私今ここで言っていいのか、いや言っていいと思うんですけど、北海道の函館生まれなんですけど、まあ、育ちはちょっと違うところなんですけど、うん、今函館の親善大使になったアイドルの子がいて、その子が鈴原さんって言うんですよ。ちょっと先に取られたと思って。鈴原、親善大使を取られたってこと。そう、親善、函館親善大使に今年からなった女の子がいて、うんうん、その女の子が鈴原かのんちゃんっていう微妙に名前が似てる。鈴原かのんちゃん。すごい、私はあの自分の母親に鈴原かのんさんっていう人がなんか親善大使になって悔しいっていう話をしました。アイドルとして有名な、一人でやってる人、グループで、なんかそのご当地アイドルみたいな感じで、はあはあ、函館中心にやってるらしくて、はいはいはい、でもなんか東京にも来て撮影会とかやってるアイドルっぽくて、ほうほうほう、そう、結構活躍してる。え、東京に呼ばれるってこと？そう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 、すごいね。そう、そうなんですよ。北海道とか北海道からだったら高いだろうに、うん、そうなんですよ。で、先に鈴原さんに取られちゃったっていう。いくつぐらいの可愛い子なの？可愛いです。若い、まだ多分10代か20代の前半ぐらいの女の子。で、ご当地アイドルってことはグループだったら他にもいるんでしょ？そうそうそう、なんか多分グループかどうかまでわかんないんですけど、なんか何人かその事務所のタレントさんが全員アイドルで、うん、その北海道ご当地アイドルみたいな感じでやってるらしくって。そうそうそう、取られた。
私今からでも言えば私です。そう、名前似てるから。私その度北海道函館の観光親善大使になりました。すぐそっちの事務所から訴えられるんだろうな。どう対処したらいいんだろう、その時は JMO として。そうそうそう。いや僕タッチしてないんで、ちょっと多分本人が勝手にやってることで、本当すいません、すぐ削除させますんでっていう。そうなんですよ、もう名前が似てるからそれだけになんかちょっと悔しいなと思って。ちょっとなんかアクション起こしてみれば、その人に対して。名前似てますよね。実は私も函館出身で。名前似てる、狙ってたんですけど取られちゃいました。仲良くしてくださいみたいな。多分帰ってこないだろう。やべえやつから、やべえやつから来たみたいになっちゃう。、うん、そんなことがありました最近。東京来てなんか撮影会にじゃあ顔出したら、直接撮影会行きます。で私も初めまして鈴原です。函館出身で。なんかすごい怖い。ちなみに函館の観光大使はどういった活動をするの。函館 PR です。なんかイベントあったら参加してみたいな。そう、うん、ゆるキャラと絡んだりとか。函館は取られたから。函館じゃない、札幌。ちなみに札幌 もういる。札幌はもういます、います。あの人はどこの、大泉洋さんはどこの、やってそうだけど。札幌ですね。てか大泉さんは北海道の親善大使だから、規模が違うんですよ。北海道の親善、北海道の親善大使は大泉さんだけ、その全部任せてますみたいな。多分全部任せてる系は、あと北島三郎さんとか。あ、北海道の多分。あ、うん、サブちゃんこそね、北海道函館の歌歌ってるし。そうハーバル来たぜって、サブちゃんの歌だよね。そう親善大使とかいいよね。親善大使とかいいなと思って。どっちかのパターンだよね。本当に有名な人を当て買うか、うん、この人と共に自分函館を有名にしていこうっていう、どっちものパターンもあるんじゃない。有名な人一人据えといて、うん、もう一人若手のオープンを親善大使的な。そう語ったら、じゃあ函館愛を、函館愛を、なん、その人よりも私の方が愛してますし、函館イカそうめん大好きですとか。イカそうめんが函館では有名な。そうでも時計台のイメージあるけどね。時計台はあれ札幌だっけ。札幌なんですよ。あんま知らないっていう。他は何有名なの。函館下の方だよね、とりあえず。函館はそうです、港町なんで、あの青森の青函トンネルがつくとこだよね。ラーメンは何に味の。塩です。塩の函館が有名な。函館は塩、札幌が味噌。他イカそうめんだっけ。そうめんしか言ってないよ、うん、それは落ちるよ。イカそうめんしか知らない。赤レンガ倉庫、あれ函館の。え、赤レンガ倉庫って横浜にも。いや、港町にはどこにでもあります。赤レンガ倉庫もあって、うん、あります。港町にはどこでもあるの。結構どこにでもあると思います。あと坂が多いんですよ、坂道が多い。長崎と一緒じゃん。そう、多分そんな。だからゲンチャリが多いの。ゲンチャリだから楽、自転車だって大変じゃん、坂多かったら。だから長崎ゲンチャリ多かったよ。そうなんですよ、函館は坂多いけど冬凍るじゃないですか、坂。危険です、かなり。ああ、坂多いし、坂多いから慣れてないと坂から滑り落ちます。転んでる人がいっぱいいる。そう、うん、冬は。あ、全然 PR じゃない。危険なことしか言ってない。俺函館に営業行くってなるとすっげえ金かかるんだけど。そうですね。だからもう自分だ、実家か地元が函館なんだよ。函館帰った時にもう自分で自ら PR 営業行って、うん、あ、じゃあ行きますわ。ちょっとなんかテレビ局あるの函館に。函館テレビみたいな。はテレビ局はないんですけど、うん、あれがあります、あの FM ラジオ。まあ、じゃあそこに自らFM いるかっていうのがやってて、そこに。そこでも東京から発信はできないでしょ。東京からはできない。だからもう、そ、なんていうの、 FM ラジオに例えば決まったら決まるたびに行かなきゃいけない。その交通費を多分出してくれないと思うよ、ラジオ局は。そう、ラジオなかなか大変だからね。そうですよね、お金。
どうしたらいいんだろう。でよっぽどそのラジオに出たいであれば、もうこっから配信できるサービスを、うんうんうん、中継結んでもらう。そうそっか、それしかないか。いやだって東京にはい、東京でも仕事多いじゃん、うん、オーディションとか、うん、東京にはいたいでしょ、うんね、だからもうそれしかないよね、うん、東京の人がだから函館の親善大使やっぱ拠点が、そうですよね、うん、だから年に1回とかしかイベントないんであれば、うん、なんか使っていただけるであかもしれないけど、うんうん、私実はここの事務所に入る前に、うん、親善大使とか観光大使とかそういうのに憧れてて、うん、めっちゃ受けてたんですよ。全部落ちましたけどミス宝くじとか宝くじ幸運の女神ほうほうほうとかも受けたけど落ちました。おでもあれ結構すごいんですよ、ギャラが。あ、こういうこと言ったらダメですあれでもそう、宝くじ前受けてた、今は受けれる。あれなんか結構年齢とか、そう、年齢がもう20代までなんで、ほとんど30代受け付けてるのあんまりない。茨城とかのミスなんとかとかは30代とか40代くらいまで募集してます40代、40代ってなんかもう ミセスじゃない、ミス茨城じゃないよね。そうそうそう、ミセスでも茨城ね、今朝ドラやってるからかなり盛り上がってる、盛り上がってるでしょうね。なんか地方によってだそういうのあるの、茨城は40代そう、なんか割とそう幅がこう、広い。富山とかだったらもっとかな、田舎だから。いや、そんなことないか、60代ぐらいまでそうなるともう、嫌、うん、だよね、その綺麗な、綺麗な60代その人が、例えばイベントとかでさ、来てても嬉しくないよね。なんかこう、独特の格好あるじゃん、うん、エレベーターガールみたいな、うん、こう、たすきして、うん、それが60代だったら杖とかついてこないどういう基準だよっていうその人がよっぽどなんかわかんない有名な人だったらね、うん、ありえるかもしれないけど、うん、ミス富山誰やってんだろう、調べてみたらいいじゃないですか、うん、誰やってんだろうね、うん、本当に60代とかだったら嫌だなせめて20代そういうのいっぱい観光大使とかミスなんとかとか受けてた。そうですね、ここの事務所に入る前はなんかそういうのやろうかなって思って受けてた時期はあって、うんうんうん、なんかそれこそ面接とかにも行ったの。全然、あ、それ悪いのみそういうの向いてないんだと思って、うんうんうん、ちょっとなんか方向変えようかなと思って。ああ誰もが、俺も多分女の人だったらああいうの出たいもん、ミスコン。興味ありますね。大学のミスなんとかみたいなんとか、うんうん、それこそなんかあれなんでしょ、自分から出るパターンもあるけど出てみなよみたいなパターンもあるでしょ、可愛いから出てみなよっつって。河川で高校はないよね、高校でもミスコン、ミスコン、いや大学からじゃないですか。大学からだよね、うん、高校生でもやればいいもんな。でもなんかいじめとかの問題か、でもそんなこと言ったら大学とかもそうだから。そうだよね、なんだろうね、そうだね、そう考えると大学の方が自由な感じだよね、うんうん、なんか学校へ行こう最近スペシャルやってたけど、うん、ああいうこともやってたもんね、なんかこう屋上でこうかかってるみたいな、うんうん、懐かしい。あれ言われた方も困るよね、うん、言う人はいいけど、そう言われた方が困る気がするなんか学校行こうそれこそ屋上から告白みたいなやってたけど、うんうん、あったその青春時代。俺が高校の時はやってたんですか。なんか学園祭のイベントでそういうのあったのよ。実際にその直接来ないけど、うん、勝手にイベントとして告白するみたいな、うんうん、へえ、そう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 、見てた学校行こう。見てました、好きでした告白、うん、あれ女の人からして愛告白されたらどうなの。いや、自分の好きな人だったらいいですけど、うんうん、ごめんなさいの人だったらちょっときついですよね。そうだよね、だって全員がその状況を見てるわけだから。エゴだよね、あれは告白する人の。
だ両方思いの人がもう実際付き合ってる人がこうなんか改めて告白して、そうそうそういいけど、うん、断る人の勇気よ、ね、勇気勇気、ごめんなさいって叫ぶ勇気、うん、最近でも LINE が多いんでしょ、 LINE で告白、そうそういうのメールで告白とか、地元でどんぶりの PR 大使を募集してた。どんぶりってどうなの？ミスどんぶり。それこそ、それ需要があんのかなっていう、その1回だけじゃない。どんぶりのみの PR ってことでしょ？どんぶり、うん、すごい限定的な大使だね。マニアックだね。逆にそこまでマニアックだったら応募してる人がそんないないから、あー割と決まるかもしれない、うん、とそういうのでもいいの、どんぶりどんぶり大使、そのなんか、うんうん、まあ、さっき見てたらコスプレ大使みたいなコスプレのイベントでグランプリ取った人すげえおっさんとおばちゃんだったけど、あ、そうなんですか、うん、へえ、いろんな食材のどんぶりがあるんですよ、あ、どんぶり推しなんだ多分、なんかぽよちゃんの地元だから、うんうん、アサリとかそういうのがなんかいっぱい、あ、どんぶりがあるから、どんぶりがあるからそれの大使、いろんな種類のどんぶりがあるから、うん、ってことなの、食レポしなきゃいけない、そのなどこでか食事の番組があるの、あるんじゃないですか、食事の番組、そう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 、どんぶり大使が食べたどんぶりみたいな応募がなかった、そんなそんなことある？応募がないことある？応募がないとかあるの？そんなことある？そんな悲しいことある？鈴原さん応募しないでしょ？もうでも終わったんじゃないの？それどうやって言ってくれれば応募したのに、 PR の仕方がダメなのかな？よっぽどだぜ、うん、応募が一切ないっつって言ってよ、応募ないんだったらそれこそ、うん、一人でもあったらその人が選ばれたってことだよね、うん、よっぽどひどくない限り、うん、おばちゃんでも見せてる、うん、え、じゃあ今からでもどんぶり大使なりたい、なんかそのわかんないけどそういう本当のメジャーどころじゃなくて、うん、マニアックなところを攻めれば、うん、なんかなんだろうね、何大使、そういうのをあんのかな、大使で調べればいいの、うん、大使で調べてパソコンで打ち込ん で、うん、で言ってくれたら俺を送ってあげるよ、この大使になりたいんですけど、マニアックそうな PR 大使誰でも、そうそう、でも応募すれば分かるみたいな、鈴原さんはそれでいいの、大丈夫、マニアックでも大丈夫です、どこの大使でもいいの、どこの大使でもいいですけど、でも交通費出してくれないとダメだよね、交通費出してくれるのがいいですね、どんぶり大使はさすがに出ない気がするよね、うん、活動のあれなのかな、ペースはどのぐらいなのかな、でも あと応援大使とかその PR 大使ってなんか地元の人を取らない、うんうんうん、そのところになんか生まれたところがある、うん、生まれてるのがその場所とか、うんうん、そこで働いてるとかが多い気がするんだけど、うんうん、ミスなんとかだったらその地域の人から選びますみたいな、うんうん、なんかないかな、でもよっぽどそれこそなんかそれに特化して詳しかったりしたら、うん、あの出身じゃなくても選ばれたりする、うんうん、ちょっとどんぶり大使みたいに誰もいなかったらもう、うんうん、受かるみたいな、でも応募さ誰もなくて私だけ送ったのに私落ちたら嫌だな該当者なしで該当者なしでパターンもあるからいやそれはそれは言うよ俺も、うん、もし出して該当者なしってなったらいやなんとか一応言うけど抵抗はするよ一応なんとか PR させるんでうちの鈴原をお願いできないですかねっつってそうでもそれ悲しいね、うんうん、該当者なし弁当はいろいろやってるんだけどな、えじゃあ今もじゃあ今どうしてるの、そのどんぶりの PR は、大使がいないのに大使不在でやってるの、
だからそれこそ写真のみそのなんていうの運営のスタッフさんとかが、大使の代わりとしてどんぶりを大変ですね。でもそのどんぶり大使があるってことは他にもなんかありますよね、いろいろマニアックなのありそうだね、調べたら何でもできるじゃないですか。どんぶり PR 大使があるんだったら何でもできるじゃないですか、ご当地グルメ系の。でも それでもある程度詳しいところ行った方がいいんじゃない、一切その知識なかったら、やっぱさすがに該当者なし、好きなやっぱ函館以外に好きなところある場所、東京はまあ住んでるから東京も行けるだろうけど、あと鹿児島、あ、鹿児島もいい、それも遠いなぁ、どっちも交通費だけでえらいことになるけどね。鹿児島もありいいんじゃないだったら鹿児島近場だと、私茨城とかあの辺好きだからその辺がいいです。秋は今ね、もう暑いから、そう、茨城、群馬、栃木あの辺、なんかうららとかで行ってたから結構好きです。そう、それは言えるかもしれないね、昔うららで行ってました、仕事で取材いろいろさせていただいたので、じゃあその辺はいいかもしれないね、その辺は近いし、あと近いしね、そう、その辺のどんぶり大使的なものがあればマニアックな大使、じゃあその辺俺も調べるし、調べてなんかこれいいんじゃないってなったら、事務所所属者でも大丈夫だったら、メロンはキャベゾーがメロンに変装して兼務しています。あ、そうなんだ。キャベゾー知ってます？ゆるキャラの。知ってる知ってる。キャベゾーが多分厚みのそうメロンに変装してや代わりにやってる。ああ、2つやってるってことだ。そうそうそう、メロンでもメロンでもあるし、キャベゾーでもあるし、みたいな。それはなんでぽよちゃんが知ってんだろうね、裏事情すごい裏事情、これは言ってよかったの読んじゃったけど読まない方が良かった情報ではなかろうか大丈夫、厚みの敵に回してないかな、すごいお世話になってるな、それを知るってことがすごいね、ぽよちゃんが。ぽよちゃんなんか何でも知ってるからか。でそれこそさ、好き、函館好きでその人は大使やってるけども、勝手に、それこそタマンは勝手に埼玉応援隊って勝手にやってるからそれこそ自分で勝手にこうなんか配信してって、あ、そこまで好きなんだったら、本当のやつもやらせてあげようみたいなパターンもあるのかなって今思った、勝手に函館応援隊、それこそ今こういう番組とかで自分で番組配信するときとかにも函館のことを言って、函館の素晴らしさで最後に私実は函館の何々になりたいんです、ツイッターでも函館アピールすればいけるかな、いけるかも。でもこれ着て今函館そう、裏切りになっちゃう。今日はだから今日は岡山のたまたまね、はい、その T シャツも届いてありがとうございますっていう感謝も込めて岡山を PR してるけども、実は北海道人なので、函館本当になりたい、 PR できるのは函館だから函館のことを PR していきたいみたいな、今言うじゃ函館イカそうめしか出てこない。まだ冷静になってちゃんと、冷静になって、生まれも育ちも函館なの？いや違うんです、育ちは違うとこなんですけど、そっちも行けるんじゃないの、じゃあ育ちの方も。育ちの方は言っちゃう、あんまこっちで言わない方がいいな。 いいんですけど、育ちの方は、マイナーな町なのでPR 大使とかいないんですよ。マイナーでもマイナーな方がいない。初。そう。あ、じゃあマイナーあんだけひどか広かったら広い、広かったら、それはマイナーなところもあるだろうね。そうなんです。でもいいとこなんでしょ、マイナーだけど。まあはい、そこそこ程よく都会に近く。あ、都会に近いの。そう。空港も近く、ほうほうほう、いいとこです。それでもマイナーなの？
マイナーです、誰も知らないです誰も知らない、北海道で、ね、そこに住んでる人は知ってるでしょ。知ってます、知ってます。恵庭市ってとこなんですけど、うんうんうん、市じゃん。そう、一応市なんです。恵庭、うんうん、市知らない俺も。ダムがあります。恵庭ダム、はい、伊達川ダム、伊達川ダムのみPR はそれのみ。ダムがある。あ、なんかエコレ村っていうのがあって、うん、そこでなんかいろいろやってるんですよ。その地域のなんだろう、恵比寿かぼちゃが有名なんですけど、恵比寿かぼちゃ有名なのに知らないって、すごいすごいね。恵比寿かぼちゃ、俺初めてその名前を聞いて。あ、恵比寿かぼちゃすごい作ってて今推してるんですよ、恵庭で。で、恵庭のなんて言うんですか、そういうちょっと偉い人たちいるじゃないですか、なんて言うんですか、うん、役員みたいな人、役所の人でとか、市役所の人とか、そうそうそうとか、あのお偉いさん方、恵庭市役所の方々とか、そうそうそうとかのお家の前には恵比寿かぼちゃが置いてあるんですよ。大きいんですよ、恵比寿かぼちゃって。飾ってる、飾ってるんです。恵比寿かぼちゃ置いてあるうちはなんか恵庭を愛してるんだなって。ああ PR マンション、アパートかマンションの住んでるとこ前バーンってやられる。なんだこれ、邪魔だ。かなり大きいですよ、重いし、もうこんな塊なんで。じゃあそれでっかくて大きいなんて、1個も自体も高いと値段。そうですね、ジャンボスイカとかもあるじゃん。うんうんうん、あんな感じで。スカボチャ推しで、あ、で、あと遺跡があります。カリンバ遺跡っていう遺跡があって、いっぱい出てくんじゃないか、恵庭市。そう、遺跡があって、遺跡の発掘を今やってて、その私の友達のお父さんも遺跡を発掘する人で、今も発掘してます。かっこいいね。かっこいいです。発掘家、発掘家、カリンバ遺跡をずっと調査してるんです。発掘家ってかっこいいですよね。かっこいいけど、収入ってあんの？ちゃんとその地から出るの？発掘どっから出てんの？どっから出るかわかんないですけど、わかんない、なんか大学とかの教授とかだったら大学から出るんじゃないですか。あ、うん、教授も兼ねてるから。うん、なんかどこに所属してるかはちょっとわからないですけど。そうだよね、うん、確かにそうですよね。どこから収入を得てるんでしょうね。ああいうことやってないよね。出ましたっつって、実は自分で埋めてたみたいなあったじゃん、なんか縄文土器、土器出ましたっつって実は自分で埋めてたみたいな。うん、そういう、それは大丈夫、大丈夫ですか、うん、遺跡、なんかそういう、そういうのを発掘してる。なんか骨とか化石とかじゃなくて、遺跡だから、そういう使ってた食器とか、そう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 、そういうの、縄文土器的な、うん、そうそうそう、うん、でそこに、なんていう、古墳もあった、うん、古墳はないですね。遺跡があったってことは、そこに文明があったってことなの、うん、そう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 、北海道、そうなんですよ。川が、大きい川が流れてるので、多分川の近くって結構文明発達するから、水があるから、そう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 、それの遺跡だったんじゃないかって。遺跡から、そこの恵庭の生活が見えてくるわけでしょ、うん、そう、うん、どんな、その縄文土器じゃないけど、でも本当にそういう縄文時代とかの土器も使ってるらしい、うん、だからかなり昔から人がいる、その文明がそう来たってことだ、うん、そこにもあって、そう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 、もっと調べたら教科書に載るぐらいの歴史が生まれるんじゃないの、うん、それで恵庭市有名になるじゃん。もし教科書に載って、うん、その土器が発掘されて、これがすごい土器だったら、うんうん、なんかわかんない新しい文明が日本にあったんなら、うん、その人にかかってるね。そうだから、その友達のお父さんが新しい発見をしてくれれば、うん、一気に有名になりますよね。で、私も PR 大使になれる。そう、それ帰った時にそれ参加して、うん、それ鈴原さんがそのなんか発見したら、うん、鈴原さんの名前を取って、うん、その土器、鈴原土器みたいな、そうそうそうこんなこと発見して、こんなのやりましたってなったら、うん、そこ鈴原さんの名前が世に残りますね。わかんない、化石とかもそうじゃん、うん、自分の名前とか新種のなんか昆虫とか発見しても、うん、新しい何か発見して自分の名前を取って、うんうん、いいじゃない、なんか、なんかない分、いろいろ広がりそうじゃない、うんうん、まだ知られてない分、調べようかな。でもそれ鈴原さんができるようなあれじゃないの、勝手に発掘して。でもなんかさ、
あの、わかんないけど採掘とかはなんか普通に誰でも参加できたりするんだ、うん、金の金をこう、うん、集めるのはなんか、うん、そういった感じで体験みたいなももしあれば、うん、やってる気がしますね。採掘体験みたいな、うん、それで運よく何かを見つければほら新しい発見があってもしいいじゃないですね。大変そうだけどね、うん、地味な。あと技術がいるでしょ、これは土器でこれが普通の土だみたいな、わかんないじゃん。見た感じなんかわかんないですよね、いつの時代のとか。大変だな、それはなかなか大変かもしれない。でもいろいろ、あ、すごいいろいろ出たね、なんか、うん、恵庭市やっぱ長い、一番住んでたの長いから。恵比寿かぼちゃ、恵比寿かぼちゃ、採掘場、カリンバ遺跡、いっぱいあるんじゃないかっていう。広いの、市自体は。市自体はそんなに広くないですね。例えばほぼ区だったらめっちゃ、東京23区って23区あって、うん、そんなちっちゃいじゃん、うん、それよりはなんかまあちっちゃいです。人口5万人ぐらいしかいないから。5万人は少ない方なの。うーん、そんなに多くない。5万人で広いの、うん、ほぼ土地、結構広い土地あるんですけど、うん、ほぼ林とか森とかなんで。ああ、なるほど。人が住んでるところはそんなに多くないです。あ、うん、で5万人で、うん、その周りの人たちはどういった働いてる職業が見つくのが多い。恵庭市は自衛隊の町なんで、うん、ほぼ自衛官。ほう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 。とあと工場がいっぱいあります。グリコとか森永とか山崎パンとか。すごいいい仕事に困んないじゃん。そう、うん、そこに行けば工場もあるし、うん、自衛隊はでもなかなか大変だけどね、うん、でも今こう情勢がやばいじゃん。そう北朝鮮とかの問題で、うん、ってなると募集もやっぱ結構してんじゃない。してますね。なんかやっぱり地震の時、あの大震災あったじゃないですか。大震災の時に友達の自衛官の子とかがやっぱり派遣されて行ってましたよ。集まって警察官の子とかが、うんうんうん、そう、なんか呼ばれて復興のためにやってました。だからやっぱりそういうね、なんかあった時は日本のためにっていう、日本のために頑張ってくれる存在だから。自衛官ってもうみんなある程度年齢があるよね、なれるのが。そうそう、うん、多分32歳だったかな。32歳まで OK なんだ。32歳か30、うん、30代前半ぐらいまで OK だった気がする。なろうと思えば今だったら須原さん私自衛隊でも女性って ああいうとこ行ったらモテそうだけどね。いないじゃん。あ、でもめっちゃモテるらしいですよねえ、うん、だって取り合いになるよね。そう取り合いになるらしいです。だあんま出会いもないだろうし、うん、それこそあのナインティナインのお見合い大作戦みたいなで、うん、自衛官特集みたいなやつ、うん、出会いが少ないから、うん、でも自衛官自体はね、安定してるよね、うん、国のそういった、うん、収入も安定してるし、うん、出世もあるし、うん、ちゃんとした頑張れば、うん、自衛官ってどう、魅力的あんまり、うーん、まあ、遠いところが遠征が多そうだけどね。そうですね、ずっとそこにはいないじゃん、うん、そう転勤が多いから転々と、うん、それについてかついてかないかでまた違う、うんうん、ついてかなければ、ついてかない主義だったら別に自由な時間が増えるじゃん。そう夫として夫でないみたいな、うん、そういう自由が好きな人はいいかもしれないね、うん、うちの父親はずっと転勤一人で単身赴任でずっとどっか行ってたので。お父さんが父、そうだから私あんまり父親と一緒に暮らしてなくって、実は子供の頃。ああ。一緒に暮らすようになったのが20歳過ぎてからだったんですよ。一緒に暮らすようになってからっていうか、まあ、毎日顔を合わせるっていう意味では。それはなんかお父さんはお仕事を恵庭に場所を移したの。そう、最後戻ってきて、うんうん、で、まあ、私が二十歳になる年にお父さんも退官、うん、引退する年だったので、そこからは一緒に住んでて、まあ、でも私その後すぐに東京来ちゃったから2年ぐらいしか一緒に住まなかったんですけど、はいはいはい、退官延長みたいな、なんていうの、そういうのあるじゃん普通の会社だったら。あ、
定年を伸ばすみたいな。いや多分ないです。しかも定年60歳じゃなくて55くらいなんですよ。あ、そう。もうここでもうやめてください。そうそうそう、うん、やめてください。どんな職についてても、そうそうそう、すっごい偉くても、多分55歳で辞める、引退なるんだと思います。あ、うん、でも55歳からのちゃんと暮らせるだけの退職金的なのは、それをどうするかだよね。55歳からの人生をどう楽しむかだよね。それはちゃんとしてもらわないと困るよね、うん、途中で辞めたら多分ちょ、ね、転学とかじゃないでしょ、まあ、そうです、うん、55歳まで頑張って健康で活躍ちゃんとできたから、うんうん、ちゃんとしたそれだけの、うん、でもどうなんだろう、32歳で入った55歳よりも、うん、多分20歳とかの方がもらえるんでしょうね。32歳そんなことないのかな。どうなんだろう、なんか役職とかにもよるんじゃないですか。あ、そこ、うん、32歳でも頑張ってそこまで出世したらこれだけの退職金ももらえるし、うんうんうん、どういう仕組みかはちょっと分かんないけど、まあでも長く働けば働くほどね、うん、なんかもらえた方がいいですけど。どこまで行ったとか分かる、お父さんの地位的な。分かりますけど、うん、それをここで言うとお父さんが悲しむ悲しむっていうか、まあ、あのお父さんのめっちゃ勲章持ってるさ、なんかとアメリカのなんかあんじゃん、はい、トップガンとかでここにバーってバッジがブラ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 ーってついてる、うん、でもバッジはいっぱいついてます。 それがすごいことなんじゃないの、俺分かんないけど。そう、バッジ星とかがいっぱいあるとすごいで、翔太すごかったんじゃない、わかんない。結構あったのか、5兆、わかんない。うん、次長なんていうの、ああいうのなんていうの、クラスの普通の人だったらなんだろう、1差とかかな、1差、2差、3差、うん、教える立場だったってことでしょ、最後までも、うん、指導側に回って、うんうん、あ、すごい人じゃん。いろいろマッチョなの、やっぱ。いや、力があってみたいな。マッチョではないです。ま、筋肉ありますけど、割と細身です、うちの父親。あ、細マッチョだ。細マッチョ。空挺第一師団。へえ、すごい。渥美氏より少ないね。人口が6万3000人。そうなんです、少ないんです。でも、あ、広さは多分、菅原さんと。え、陸自って言ったお父さん、陸自だった。お父さんのあれだけど、もともとそういうのに興味あったのかな。そっち、日本を守りたいじゃないけど。あ、なんかうちの父親はもともと武士になりたかったんですよ。で、武士だと何の武士なんですか。多分織田信長とかああいう感じです。本当に戦国の武将が好きで、戦国時代に生まれたかったとずっと言ってて。いやー、まあそれはまずいでしょう。で、それででも今のこの時代に刀は持てないじゃないですか。持てないね。 でもまあなんか自衛官になったらなんかさ、戦車とか乗れるから、ちょっとそういうのに憧れがあったらしくて、別に戦いたいとかじゃないけど、そう、戦車とかに乗るのが憧れで自衛官になろうかなみたいな感じだったらしい。戦車に憧れてた。そう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 。実際戦車にも乗ってたの。戦車に、うん、乗ってますね。まあ実際にね、それでどっか行くとかはないですけど。訓練は参加してるんでしょ。もちろん、うん、ね、私も乗ったことあります、子供の頃。戦車に、あの、なんて言うんだろう、自衛官の、その、なんて言うんだろう、駐屯地でお祭りとかがあった時に、子供を乗せてもらえるんですよ。戦車に本当に動くの。動かないですけど、あの運転席に座って。そうそうそう。え、演習みたいなの見たことあるの。演習はないですよ、多分危ないから入れてもらえないですね。やばいでしょ、戦車の音と、うん、そう、やばいやばいやばい、砲弾のあれなんて、うん、耳おかしいの、やっぱ耳おかしくなるのかな、戦車とかああいうの乗ってたら。うん、なんかちょっとやっぱり難聴気味にはなるって言ってましたね。大変だね、それだけでも。ロックミュージシャンもそうだけど、そう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 、耳がおかしくなるんだよね、大きい音を聞き続けると。そう、戦車も撃っての弾も撃ってるし、こっちの鉄砲とかの弾も撃ってる。やってると思うんですよ、やっぱり陸上なんでね。ドドドドドドみたいな。マシンガンでの射撃みたいな、うんうん、なんか私、駐屯地の近くに家があったので、うんうん、家があったことがあるので、なんか結構音が聞こえてきて。あ、演習の。そう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 。そこはもう苦情とかは言わない。苦情にはなったりしない。もうしょうがない。もうしょうがないですよね。あ、うん、演習始まったなみたいな。あ、そうそうそう。
だからそれこそ沖縄だったらね、空の問題になってるんだ、人が。そんな感じではないんだ。もう慣れてるから、慣れてるし、あ、今日やってるなみたいな。ACOやってるなみたいな。お国のためにありがとうございます。そうそうそう、みたいな感じですね。もしだよ、もしなんか今北朝鮮の問題で、うん、なんかそういう人、例えばなんか公営で行かなきゃいけないってなった時にって、やめてる人とかは絶対呼ばれないのかな、人足りませんみたいなことはないのかな。いや、ないと思いますよ。よっぽどなんか、よっぽどなんかないと思う。だったら若い人使うのかな、うん、まだ新しくこれから人をいきなり実践みたいなそれも過酷だけどね、うん、でもその若い人よりも絶対引退したばっかの人の方が即戦力にはなりそうだったけどね、うん、後ろで支持するだけでも、うん、そういう話はしてない、こういう訓練あってこういう時が危なかったみたいな。危なかったは聞いたことないですね。うう時々もそういうのは聞きますけど、うん、なんかお笑いで元自衛隊の人が、うん、船の自衛隊の人がネタとして言ってたの、なんか見たこともない UFO 的なのを見たみたいなこれを見たことはなんか言わないでくれみたいなをそのままネタで言ってたけどね。それやばいですね。見えないそういう宇宙人的なのと戦ったみたいな話をしてたけど、本当にそんなことあんのかなと思って。それは聞いたことないですね。でもなんか陸軍よりもあれじゃないですか、その海上自衛隊とかの方がそういうのに遭遇しそうじゃないですか、なんかなんとなく、うん、海とか出るから、うん、そんな宇宙人なんか陸まで上がってこなそうな気がします。海らへんでなんかこうやって飛んでるところを目撃されたみたいな。あすごいね、すごいね、すごい人だね。どう自衛隊って結構いんのかな、じゃあ。あれ自衛隊、俺の友達でも自衛隊、うん、でも大変だからですね、辞めて警察官になったけどね。それもすごいですね。で、たまたま富山県がなんか警察官が不足してるらしくて、うんうん、あの35歳まで年齢上げたのよ、うんうん、35歳までなら警察官になれますってなった、うんうん、変えて、うんうん、で、あの34で、うん、自衛隊辞めてて普通に工場で働いてたやつが、うん、その最近警察官になった、うん、へー。警察官になる人って若い人が多いよ、うん、だからそいつが一番年上だからなんかこうリーダー的な。あーうんうんうん、そうそうそう、すごい。初日の挨拶とかを同級生の警察官が見るみたいな。あーそっか、へー。同級生だけど入ってきたのは新人だから、うん、そう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 。でも待遇がやっぱそういう国の仕事だから、うん、いいっつってた、国からの。例えば県にこう予算があったら、うん、その警察にも回ってくれた、うん、だからそういうのがこうその年にもよるんだろうけど、うん、県はさ予算使い切らないとダメじゃん、うん、だからどっから使い切るためにその年によってなんかこう言ったらこう優遇してくれたり、そういう特典あるやつでしょ、多分自衛隊も、うんうん、国に働いてるから、うんうん、こういうのが、うん、言えばお渡ししますみたいな、うん、なんかそういうこと勲章1個当たるたびにあるんじゃないの、あるのかもしれない、おいくら、うん、そう、お布施じゃないけど、うん、顕彰じゃないけど、うん、お母さんは専業主婦なの。そうですね、うちの母は専業主婦です。いいね、俺のお父さんだってお母さん共働きだもん、うん、そういうね、やっぱ国のお仕事だから安定もしてるし、うんうん、安心ですよね、今ね両方働いてる、うん、働かざるを得ないじゃん、うん、そういうちゃんとしたお仕事じゃないと、うんうん、お父さんが頑張ったんだね。お父さん頑張ったと思う。普通の人じゃできない仕事だからね、うん、でも大変だろう。そうですよね。もう10分前なんで、あ、告知などあれば。なんか最近特にない。でもあれ小説は書いてるけど、書いてます。どんどん進んでも、昨日おとつい更新またしています。そのもう佳境、佳境、もうだいぶ今13話まで書いてるんですけど、うんうん、
20話で終わらせようと思ってて、1話1話ごとになんとなくこう1個話が完結してるの。完結はしてないです。場面場面かな。場面、うん、そういろんな人にスポット当ててみたいな。そうですね。主役は、主役は一主役というか、うんうん、その主人公としてる女の人がいて、その人から見た周りの人みたいな感じで書いてます。だからもう全部語り、その女の子が語ってる口調で全部書いてるんで。そう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 。大変書くの。大変。それこそ辞書とかも調べるの。こういう言葉使いたいなとか。そうですね、なんかこう一回書いて、うん、この言葉遣い本当に合ってるのかなとか、そういうのがすごい気になって調べて。場所は一応、舞台はどこなの。舞台はその児童養護施設 でどこの児童養護施設。それは一応モデルとしては神奈川の、うん、神奈川、神奈川、あ、でも神奈川は標準語か。そう、標準語で、あ、まあ、そう、言葉遣い、まあ、喋り口調で書いてるから、うんうん、まあ、ある程度はいいのかなって、間違ってても大丈夫かなって思ってるんですけど、うん、なんかこう、なんて言うんだろう、ちょっと難しい言葉が入ってくると、うん、これ、なんか例えば、なんか語気を強めるって言葉あるじゃないですか。語気、それ語気を強めるで合ってるのかなみたいな。語気を強、語気を強めるっていう言葉があんまよくわかんない。あ、本当ですか。なんかこう漢字はどんな字を書くの。語気って語、語は国語の語に気持ちの気、語気、言葉を強めるってこと。そうですね、言葉の、うん、強く言うみたいな感じ の使い方が合ってるのかなとか、例えばですけど、うん、そういうのがなんか本当に合ってるのかなと思って、なんか調べつつやって、自分普段使わない言葉文字を使うってことですね。そうですね。でもなんかなるべく間違って使いたくないし、自分が普段使わない言葉使ってもな、なんかカッコつけて書くのもなって思ってるから、うん、なんかあえてそういうの使わないようにしてるんですけど、どうしてもなんか文章として成り立たないから、そういう言葉使わなきゃいけない場面とかがあって。あ、なるほどね、うん、そう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 。ある程度書いて読み直して、何回か読み直して投稿するの、うん、そうですね。これだったらいけるわみたいな、うん、でもなんか、でも投稿した後にまた直したいみたいなのありますけどね。それはもうできないの。いや、できます、できます。だからところどころ直してるんです。前だいたい更新した時に前の文章と合わせて、うんうん、まあ、変なところないかなっていうのを見て、ちょっとなんかおかしいなってところ直してるから、うん、多分見るたびに違うと思います。毎回文章変わってると思います。今13話目じゃないですか、うん、ページで言うと何ページぐらい。、うん、こういうページにしようかなみたいなとかもあったりする、うん、こういう厚さでみたいな。それはあんまり考えてないけど、今の原稿用紙400だから、今1万5000文字ぐらい入ってるから、何ページなんだろう、10ページぐらい。1万5000文字って。うん、そう、あれだよね、ペンじゃないよね、パソコンで全部打ち込んでる。パソコンで打ってます。そう、結構難しいんですよね。なんか自分はこうなんか頭の中で思い描いてるのあるんですけど、うん、それを文字にするとなんかなんとなくおかしいなってなるから。はー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 、そう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 、作家の悩みなんだろうね。作家の悩みですね。頭とはできてんだけど、なんかこうこの頭でできてるのを文章にできないのがちょっと悔しいなみたいな。気持ちの部分ってこと。気持ちっていうか場面を、情景を、そうそう、情景をうまく表現できなくって、あ、なんかそれがないから結構淡々と文が進んじゃってるから、なんかちょっと違うなと思いつつ。それが例えば絵が入ることによってまた違ったりするのかな。絵、漫画だったら情景を絵で描けるじゃん、うん、4コマ漫画にする。いやいや、そしたら1万文字も表せないし、20話も、うん、その情景を、でも絵で描くのも難しいですよね。難しいですよね。なんかやっぱり私役者でやってきてるから、どうしてもなんか頭の中でその役者目線でいろいろ場面がこう思い浮かぶから、なんかそれを文章にするのが結構大変
なんかその頭の中を口で出して、うん、それを文章にしてくれる人が誰かいればいい。そう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 。こういう状況、こういう状況でこういうふうに私は今、うん、頭の中では展開してんだけど、そう、それを文章にしてくれる人が欲しい。その気持ちを理解して、うん、それはなかなか贅沢だね。うん、そうなんです。でもあれじゃない、情景が頭に浮かんで口に出せるんだったらそれを録音して、あ、そっか、それを自分で、うん、それを文章にすれば、うん、するためにはどうすればいいかみたいな、うん、でもその面白いっていうか面白い小説だし、上手い小説ほどなんかこう見てて景色が浮かぶよね。そう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 、そうなんですよ。景色浮かぶし、うん、その主人公なら主人公の顔まで浮かんでくる。そう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 、それ、このイメージはこの人、それ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 が欲しいんですよね。でも私今自分が書いてるやつそうじゃないからちょっと悔しくて、なんかそのよりはっきりしてればさ、うん、情景とか、そうそうそう、季節とか、うん、それこそ葉っぱ一枚落ちるなり、うん、ここでどうにかなった的な表現が、うんうん、そうなんですね。その能力がまだ全然なくてちょっと悔しいです。なんかあれがもしそれがもし本当に難しいんであれば、シナリオ担当となんていうの、人がいればいいかもしれないね、うんうん、そしたらもう鈴原さんの作品ではなくなってくるんだろうけどね。そうなんですよ。どうの書いていく、13話目まで書いていくうちに、うん、一回書き始めた頃とは全然話変わってんの？変わってはいない。変わってはないです。変わってはない。内容がでも濃くなったり追加されたりはしてるでしょ。してますね。話の中で。うん。そう。でなんか私まだ非公開にしてるんですけど、もう一つ同時進行で別の作品を書こうとしてて今。なかなか。なんかそっちがもう思い浮かんじゃって、それなんか昔、もともと昔書きかけてたやつなんですよ。でそれを改めて書こうと思って、うん、で思い浮かんだ時はメモしようと思って、そっちはまだ人が見れるような状態にはしてなくって、メモ書きでバーって書いてるんですけど、そうなんです。だからなんか頭がごちゃごちゃになりそう。すごいね、そんなことできるもんなの、うん、一つの物語やってる途中になんかパッて思い浮かんじゃって、合作じゃなくて、なんかあれ別の作品を、うん、なんか思い浮かんじゃうんですよ。なんかこうなんかしてるときに、あ、なんかこれ書きたいなみたいな、そうそうそう、思い出して書いたりとかしてて、そうなんですよね。なんか最近もネタ拾いが多くって、なんか小説結構書くの好きになってきてるから、なんか、あ、次これ書きたいとかめっちゃメモ帳に書いてて、これを題材にした小説をとか、そうそうそう、これを書きたい、まあ全然でもなんかネタ拾っただけの状態だから全然まだ話とかになってないんですけど、うんうん、いいんじゃない、そっち方面で作家としても、作家、いや私本当に役者このまま続けててダメだったらもう小説家に転向しようと思ってそれこそ倉本壮さんの今安らぎの里出てる、うん、倉本壮 の、 その塾に行ってた人、うん、あの人芥川賞作家だよね。あ、そうなんですか。に行って今本書いてそれが売れて今倉本壮さんの安らぎの里にも出てる、知らない、俳優さん、俳優として出てる人なんだけど、その人は芥川賞さんのあのヘルパーさんの男の人なんだけど。あ、そうなんですか。うん、一人そういう人いるよ。俺取れない賞お前取ったなみたいな。ね、すごい。で倉本壮さんと、うん、あの女の子、あのバーの女の子いるじゃん。ああ、松岡真由ちゃん。そう、松岡真由さんと、うん、その作家さん3人でこうトークの番組やって。へえ。知らなかった。多分倉本さんもその面では認めてんじゃない。うん、倉本壮さんが取ってない賞を、うん、すごい取って、うん、そっちで言う、あれ役者として倉本壮さんの、うん。そこに学校にお世話になったけど、うん、作家として成功して、でも今はその役者としても倉本さんの番組に出るみたいな、うん、へえ。だから鈴原さんもそんな作家に俺も違う営業をしなきゃいけないそんな感じでもうお時間になりましたね、はい、そう、今日はそんな作家の鈴原さんをお送りしました。ありがとうございました。さようなら、おやすみなさい。